今回紹介するのは「ハッピーな毎日を引き寄せる方法という本ですあなたの人生は誰かから与えられたものではありません人生は自分で作っていけるものなのです幸せなんてほど遠い人生は自分でどうにかなるものじゃない引き寄せなんて宗教みたいそう思っていた私を変えた 実はとっても簡単な実践法を紹介します。引き寄せといえば結構難しいことが書いてあることも多くなかなか最後まで読みきれないことも多かったのですがとてもわかりやすく何より作者も過去のつらかった経験を引き寄せの法則によって好転させたというところがリアリティもありついつい自分も引き寄せを始めたくなります。 女性はもちろん読みやすいので読んでみてほしいですが、人間関係や育児で悩んでらっしゃる奥様がおられる旦那様、ぜひ一冊手に取ってみてください。そして奥様にプレゼントしてあげてください。きっと喜んでもらえると思います。読み終えた後には表紙の綺麗な薄紫色のような澄んだ穏やかなハッピーな気分になれること間違いなし。以上。 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。